西側の対露制裁は時間切れ、戦争はプーチンの勝ち。食品価格やエネルギー価格の高騰という制裁のしっぺ返しを受けて、西側のウクライナ支持にも陰りが見え始めた。ウクライナへの侵攻を受けて、西側諸国が発動した一連の対ロシア制裁は、ロシア経済を機能不全に陥らせ、大きな影響力を持つオリガルヒ、新興財閥たちを孤立させ、社会に不安をもたらし、ロシア政府を揺さぶることが目的だった。しかし今、揺さぶられているのはロシアではなく西側諸国の方だ。ウクライナでの戦闘と対ロ制裁は、ロシアより西側諸国に様々な問題をもたらしている。物価やガソリン価格は高騰し、数ヶ月後には冬が来るというのに、暖房に欠かせない天然ガスの確保の見通しが立たない。ヨーロッパでは政治不安も生じつつあり、イギリスではヨーロッパで最も熱心なウクライナ支持者の一人だったボリス・ジョンソン首相が辞意を表明。イタリアでは政権内の混乱からマリオ・ドラギ首相が辞意を表明した。一連の問題からは、ウクライナに対する世論の支持がいつまで持つだろうかという疑問が浮上する。EU の政策執行機関である欧州委員会によれば、ロシアは依然として EU にとって原油、天然ガスと石炭の主要な輸入先だからだ。プーチンの思うツボ。米ジャーマンマーシャル財団の客員上席研究員であるブルース・ストークスは、誰に話を聞いても皆今後数ヶ月の見通しを警戒していると述べた。高いエネルギー価格、インフレや経済の先行き、ロシアに対する強硬姿勢に世論の支持が続くのかどうかを注視している。ウクライナでの戦闘と厳しい対ロ制裁がもたらした混乱は、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領に有利に働いている。元米国務副長官で現 CIA 長官のウィリアム・バーンズは、アトランティック紙のインタビューに対して、ある程度の混乱はプーチンにとって都合がいいと指摘した。バーンズは、国内で不安感が高まり、市民が民主国家の諸制度への信頼を失うと、ロシアのような権威主義国家を利することになるという。西側諸国の混乱や分裂が深まるほど、プーチンは余裕を感じ、ロシアの侵略に対する西側諸国の抵抗の効果が弱まる可能性が高い。2月24日にロシアがウクライナ侵攻を開始して以降、西側諸国はロシア政府を罰するための様々な制裁を導入してきた。海外にあるロシア資産の凍結や、ロシア産原油の輸入制限、国際送金決済システム SWIFT からロシアの大手銀行を排除するなどの制裁だ。ボリス・ジョンソン首相が辞意を表明。イタリアでは政権内の混乱からマリオ・ドラギ首相が辞意を表明した。一連の問題からは、ウクライナに対する世論の支持がいつまで持つだろうかという疑問が浮上する。EU の政策執行機関である欧州委員会によれば、ロシアは依然として EU にとって原油、天然ガスと石炭の主要な輸入先だからだ。プーチンの思うツボ。米ジャーマンマーシャル財団の客員上席研究員であるブルース・ストークスは、誰に話を聞いても皆今後数ヶ月の見通しを警戒していると述べた。高いエネルギー価格、インフレや経済の先行き、ロシアに対する強硬姿勢に世論の支持が続くのかどうかを注視している。ウクライナでの戦闘と厳しい対ロ制裁がもたらした混乱は、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領に有利に働いている。元米国務副長官で現 CIA 長官のウィリアム・バーンズは、アトランティック紙のインタビューに対して、ある程度の混乱はプーチンにとって都合がいいと指摘した。バーンズは、国内で不安感が高まり、市民が民主国家の諸制度への信頼を失うと、ロシアのような権威主義国家を利することになるという。西側諸国の混乱や分裂が深まるほど、プーチンは余裕を感じ、ロシアの侵略に対する西側諸国の抵抗の効果が弱まる可能性が高い。
2月24日にロシアがウクライナ侵攻を開始して以降、西側諸国はロシア政府を罰するための様々な制裁を導入してきた。海外にあるロシア資産の凍結や、ロシア産原油の輸入制限、国際送金決済システム、SWIFT からロシアの大手銀行を排除するなどの制裁だ。ロシア経済を崩壊させるはずが、ロシア政府を標的としたこれらの制裁に加えて、米ホワイトハウスによれば2月以降、推定1000社を超える米企業、多国籍企業がロシア事業の停止や撤退を決定しており、それに伴い何千人もの労働者、何百万ドル相当もの生産力に影響が出ている。NATO の政策立案者たちは当初、一連の制裁によってロシアが過去15年分の経済成長を失うことになると予想していた。フランスのブルノ・ルメール財務相は3月に、制裁の目的はロシア経済を崩壊させることだと述べていた。もちろんロシア経済は打撃を受けている。対外貿易は大幅に減り、貧困率も上昇している。ロイター通信によれば、インフレ率は 14.5% 近く、物不足が徐々に表面化しており、2022年の GDP はマイナス 7.1% になる見通しだ。だが制裁がロシアの特定のセクター以外のロシア経済全体にどんな影響を与えているかについてはまだはっきり分かっていない。ロシアの政治科学者イリア・マトベーエフは、米ナショナルパブリックラジオ NPR とのインタビューの中で、西側諸国による対ロシア制裁が成功と言えるかどうかは基準によって異なるが、プーチンに軍事行動を思いとどまらせる効果から考えれば失敗だと述べた。ロシアは戦争前より収入が増えている。この戦争に対するプーチンの決意は非常に固い。戦闘の長期化に向けた覚悟もある。現在のような制裁で彼の考えを変えることはできないと彼女は言う。まして一部の専門家が当初予想したようなロシア経済の即時崩壊は起こらなかった。ロシアの通貨ルーブルは西側諸国の制裁発動を受けて2月に史上最低水準まで落ち込んだものの、6月には反発し、対ドルで7年ぶりの高値をつけた。ブルームバーグによれば、ルーブルは2022年に入って最も好調な通貨だ。また、米シンクタンク戦略国際問題研究所によれば、対外貿易が大幅に減ってはいるものの、ロシア最大の輸出品目である石油と天然ガスによる収益は前年比で 80% 近く増えている。6月に開かれた米上院の欧州及び地域安全保障協力小委員会の公聴会で、エイモス・ホックスティーン上級顧問は、ロシア政府が原油や天然ガスの販売でウクライナ侵攻の数ヶ月前よりも多くの利益を得ているかどうかを問われると、それは否定できないと述べた。ロシアが石油でこれほど儲けて経常収支が黒字化するというのは予想外だった。インフレ率は 14.5% 近く、物不足が徐々に表面化しており、2022年の GDP はマイナス 7.1% になる見通しだ。だが制裁がロシアの特定のセクター以外のロシア経済全体にどんな影響を与えているかについてはまだはっきり分かっていない。ロシアの政治科学者イリア・マトベーエフは、米ナショナルパブリックラジオ NPR とのインタビューの中で、西側諸国による対ロシア制裁が成功と言えるかどうかは基準によって異なるが、プーチンに軍事行動を思いとどまらせる効果から考えれば失敗だと述べた。ロシアは戦争前より収入が増えている。この戦争に対するプーチンの決意は非常に固い。戦闘の長期化に向けた覚悟もある。